ないので少しねずらしていただいても大丈夫です。あとちょっと日差し、眩しかったりすることもあると思いますので帽子をかぶったりねいろいろと皆さんの方でちょっと、対応していただけるといいかなと思います。で、水分補給の方だけはこまめに行ってください。今から体の中こう血流で、循環良くしていきますので汗をたくさんかかなくても体の中ではねいろいろこう変わっていっています。ですのでお水の助けをしっかりと借りて、体の中からねいろいろと改善していきたいと思います。ではよろしくお願いします。じゃあ、足の後ろね、を見てください。足の後ろね、まず足の後ろの色を確認しましょう。ちょっと黒っぽかったらね、足に着地させたいかなっていうのもあります。で、素足になっていただけるとね、いいかなと思います。もしあったらもうそのままで大丈夫ですよ。で、ちょっと滑り込んだったら気をつけてくださいね。で、トン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 と回転いきます。はい、では、叩いていたらですね、足の裏を指でちょっと強めに押していきます。手足のあたりも丁寧に押していきましょう。それでは5本の指を持って今度は後ろ側に向けて曲げていきます。
今小さい関節ですけれども、そこはね広がってないです。でここの関節の動きが硬くなるとね、体全体の循環も悪くなります。また足の先がね常に冷え性の方なんかは、ここをしっかりとこうやって動かしておくことで足先のね冷え性の解消にもつながっていきます。はい、では親指と人差し指を持って上下左右に動かしていきます開かないようにしっかり足の指開いてくださいね。はい、ではぎゅーっと縮めてもう一回だけいきます。はい、ではパーッと開きます。そうです、そうです。はい、OK です。ではね、もう一度開き、トン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 と叩いて、さあ今度はですね、足の裏でワイパーのように外中外中動かします。で、この動きはですね、足の付け根、股関節の動きを引き出していきます。股関節普段なかなか動かさない方はね、まずこの動きから使ってください。はい、では足を楽にしてくれていきましょう。今度は、ね、上半身いきます。手首ね、動かしていきましょう。で、ここで手首の痛みがないか確認してください。手首の痛みあるようでしたら反対側にも回してくださいね。この後四つん這いになる動きなどはね、ちょっと、他のバージョンでやっていただいた方が、はい、では手首ですね、動かしたら今度グーとパーで指関節動かします。そうです。さあ、このグーとパー簡単なようです。だんだんそれが出てきたら
書いていきます。さあ、もっと肩甲骨を後ろでぐっと動かしながら肘を上げていきます。さあ、背中使えてますか？はい、 OK です。さあ、背中の具合、肩の具合大丈夫そうですね。では、このまま手を前に出していきましょう。4本の指を持ってご自分の方にちょっと寄せていきます。手の前側伸ばしていきましょう。はい、では手を入れ替えます。今度手首をぐっと下持ってご自分の方に引っ張って手首を伸ばします。はい、では反対です。左に寄せ、指先4本持ってご自分の方にぐっと寄せてくださいね。手のひら前に向けてください。指4本持ってご自分。はい、では今度手を変えて手の甲の手首の下、甲を持ってぐっとご自分の方に寄せていきます。肩の力を入れて、はい、戻しましょう。では今度手を横に出して体の前に持っていきましょう。さあ、ぐっとご自分の方に左の手で寄せていきます。肩周りの筋肉をほぐしていきます。では上下に動かしていきましょう。先ほど肩甲骨までしっかり動かしたので皆さんで肩周り安心して戻せるかなと思います。では肘を持って腕は耳の横ぐっと寄せて、はい、体側伸ばします。はい、ではゆっくりと肘を戻しましょう。今度反対です。左手、体の前で右手で寄せていきましょう。さあ、肩の後ろ側の筋肉までしっかり伸ばすようにしてくださいね。では上下に動かしていきます。はい、では肘を持って腕は右の横でずっと寄せていきましょう。体側伸ばしながら肩回り、はい、横を傾かないように正面向けてくださいね。そうです。はい、ではゆっくりと下ろしていきましょう。では今からね、姿勢の確認をしていきます。まず手をお尻の下に置いてください。お尻の下ゴリゴリと当たる骨ありますね。これ座骨と言います。この座骨がしっかりと左右均等にマットにつくようにしていきましょう。今日はね、芝生の上なので芝生の上にこう立つようなイメージで座骨をねしっかりと立てていきます。座骨をしっかりと立てるとですね、おへそをギュッと締めることによって姿勢が綺麗になります。つい猫背になりがちな方は座骨がね、床についてないことがほとんどですので、まずしっかりと座骨をマットにつけて、おへそをギュッと締める。肩の力抜いてくださいね。首筋がずっと空に向けて伸びていくような感じです。では手をお膝の上に置いていきましょう。肩の力をリラックスして、お腹しっかりと締めて手を締まって、この姿勢のまま鼻から大きい息を吸って胸の中に空気をぐーっと溜めていきましょう。では皆さん、軽く目を閉じて吸っていきます。鼻から吐いていきましょう。胸の真ん中に溜めた空気を全部吐き出します。さあ、イメージをしていきましょう。もう一つ言います。胸の中、肋骨の中には何も臓器がない状態、皆さんの吸った空気で肋骨の中がいっぱいに膨れていくようなイメージです。その溜めた空気を鼻から全部吐き出していきます。もう一度いきましょう。鼻から大きく息を吸って、胸の中、肋骨にいっぱいに空気を入れて、吐いて、さあ、もう一度いきます。吸って頭の中を空っぽにしていきます。何も考えない状態で呼吸だけを続けていきましょう。皆さんのペースで結構です。3呼吸ほど続けていきます。どうしても猫背に
になりがちなので、意識をした時にキュッと引き上げていきましょうね。お腹を締めることで引き上げられていきます。猫背になるとね、肋骨の一番下の骨がこう内臓を圧迫するので呼吸がね、少なくなります。では背筋を正したまま右の膝に左手を置いてください。はい、では、右手後ろです。このまま背骨を起こすから出るようにして後ろを見ていきましょう。つむじを天井に引き上げるようにして背骨をひねったままぐーっと上に伸びていきます。呼吸止めないように鼻呼吸です。鼻呼吸を続けていきましょう。はい、ではゆっくりと真ん中に戻していきます。では今度反対ですね。左のお膝に手を置いて、はい、このまま腰と付け根からひねります。見るようにして背骨は一つずつブロックになって積み重なっているので、その背骨を少しずつひねるようにしていきます。ひねったままつむじもう少し天井に、天井空に向けて伸びていきます。はい、ではゆっくりと戻しましょう。さあ、では足の後ろと後ろ合わせていきます。かかとと爪先をしっかりと合わせて、はい、もう一度流します。ついつい、丸くなりがちなのでちょいちょい行っていきますので、そのためにしっかり、ね、伸ばしてくださいね。では鼻から大きく息を吸って、吐きながらおへそとかかとを近づけるようにして上体を少し前に倒します。どちらかというとお尻を後ろに突き出すようにしていただいた方が内ももが伸びていきます。頭だけ下げないようにお尻から頭までいくってね。そうです、上体で倒しすぎなくても内ももが伸びていれば OK です。このまま呼吸続けていきます。肩の力は抜いてリラックスして、上体上げていきましょう。胸を広げて鼻から大きく息を吸って、吐きながらもう一度おへそとかかとをぐーっと近づけて内ももの筋肉を伸ばしていきます。この姿勢のままもう一度鼻呼吸です。はい、ではゆっくりと上体を上げていきましょう。さあ、では、右足を前に出してください。左のかかとで、お膝とつま先を空に向けていきます。背中丸まらないようにもう一度骨盤しっかりと立てて、右のももの上に左手を置いていきましょう。右手をももと平行に上げていきます。肩の力抜いてくださいね。お腹引き上げて吐きながら胸とお膝が近づくようにして、お尻後ろに近づけて、ここで一呼吸です。はい、ではゆっくりと戻して、はい、では一旦手を下ろしましょう。もう一度いきます。では肩の高さ、吐きながらお尻を後ろに突き出して、ももの後ろとお尻をぐーっと伸ばしていきます。はい、では吸いながら戻して、吐いて手を下ろします。もう一度だけいきましょう。吸って吐いて、お尻ぐーっと突き出す、お顔だけ下げないように注意していきます。意識するのはももの後ろとお尻です。はい、ゆっくり戻しましょう。では手を下ろします。今度は足入れ替えていきますね。反対です。左のお膝とつま先は空にしっかりと上げていきます。はい、ではももの上に手を置いて、左手ももと平行です。胸を広げて鼻から大きく息を吸って、お腹締めます。吐きながらお尻をぐーっと後ろに突き出して、今度は左のももの後ろ、お尻を伸ばしていきましょう。ここで一呼吸です。背中丸めすぎないように、目線は前を見えるようにね。はい、ゆっくりと吸って戻して、吐いて手を下ろします。もう一度いきましょう。吸って、手は肩の高さ、吐いてお尻突き出して、もも後ろお尻伸ばします。はい、では吸って戻して、吐いて手を下ろしましょう。もう一度いきます。吸って、吐いてお尻出して、はい、では吸って戻しましょう。吐いて手を下ろします。さあ、では足を横に広げていきましょうか。ちょっと芝生の感覚を味わっていただけるといいかなと思います。はい、では内ももを伸ばします。で、この時にですね、腰痛い方無理しないでください。足の開く範囲はですね、個人個人使っていますので、無理しすぎないでくださいね。隣の方がものすごい広げてるから、私もとか頑張りすぎないように、皆さん違いますので、自分が今一番ここが伸びているなというところにしておきます。そしてお膝とつま先をしっかりと空に向けましょう。骨盤がついつい下がってしまいがちなので、もう一度手をお尻
の横に置いて、一旦お尻をトントンと叩いて、座骨をしっかりとマットにつけていきます。さあ手を前に向けて、で胸を広げていきます。今の段階でここはしっかり伸びている方はこのままで大丈夫です。もう少しいけそうな方はお尻を後ろに突き出すようにして、もうちょっとだけ息を吐きながら前に出します。おへそをマットに近づけるようにしていきますと、内転筋しっかりと伸ばしていきます。はい、ではゆっくりと戻していきましょう。胸を広げて、もう一度鼻から大きい息を吸って、吐いて、おへそとマットが近づいていきます。素晴らしい。はい、ではゆっくりと上体を戻して、はい、では横から手を上げていきましょう。はい、ではこのままゆっくりと吐きながら手を前です。はい、ではゆっくりと体の近くに持っていって上体を上げます。もう一度息を吸って、上までしっかりと上げて、吐いて、おへそから下ろすように。はい、ではゆっくりと戻しましょう。さあ、では足を、ね、楽にして進んでいきます。さあ、では一旦ですね、この内側だけ伸ばしたので、付け根のところも少し伸ばしていきましょうか。お膝で後ろに引いていきますね。こちらの足でも結構です。この付け根のところをしっかりと伸ばしていきます。下半身の、ね、循環を良くしていきます。常に普段ね、ここ、曲がった状態、椅子に座ってたり車を運転してたりすると曲がった状態で、流れが、ね、悪くなりがちです。背中に伸ばしてあげてくださいね。はい、では反対にいきましょう。きれいに上がっていきます。肩の力抜いてください。背中から腕を持ち上げるようにしてお腹を締めます。吐きながらゆっくりと横に倒して、お顔を正面で、左のお尻浮かないように、左のお尻もしっかりマットにつけておきましょう。ここで一呼吸入れていきます。はい、ではゆっくりと吐きながら手を、はい、では今度左手横、右手上です。肩の力を抜いて、もう一度今度は右の肩甲骨からぐーっと腕引き上げてお腹を締めます。肩の力入ってないですか。はい、ではゆっくり吐きながら横に倒す。右のお尻マットにつけておいてください。さあ、指先の力をリラックスしてください。体側がぐーっと伸びていくことを意識します。はい、ではゆっくりと手を戻していきましょう。さあ、では、今から四つん這いになっていきます。手首痛い方はちょっとね、見ておいてください。皆さん前に手をついていきましょうね。四つん這いになります。手首痛い方は握り拳に変えていただいたり、肘をついていただいても構いません。やりやすいように行ってください。では手首を肩の下に置いていきましょう。お膝は足の付け根の下に置いておきます。さあ、では、お膝の幅は握り拳一つ分です。開きすぎないように注意してくださいね。さあ、そしてこの姿勢ができたら、お腹の位置を意識します。おへそ今下にさらんと落ちてないですか。おへそをキュッと締めて、背骨に近づけるように、背骨とおへその距離を近づけておきます。肩の力は開きやすくしていきましょう。では息を吐きながら背中をぐーっと丸めていきます。腰、背中、首の順で丸めて、おへそを見ていきましょう。吸いながら背中をへこませていきましょう。顔斜め上です。さあ、もう一度いきますね。吐いて、背中をぐーっと丸めていきましょう。腰、背中、首の順で丸めて、おへそを見ていきます。背骨が首の付け根とお尻で引っ張り合うようにして、きれいなアーチを作っていきましょう。そうです。では背中をへこませて、吸いながら斜め上を向いていきます。空を見るようにしていきますね。はい、ではもう一度吐いて、背中ぐーっと丸めて、
をぐーっと伸ばします。少し上がらないようにまずはね正座をするような状態でお尻とかかとくっつけておいてください。そうです、背中気持ちよくぐーっと伸ばしていきます。上体リラックス、脱力です。はい、では四つん這いに戻っていきましょう。四つん這いに戻ったら手をね少し前に出していきます。お膝とお尻ですね、膝から膝マットから垂直になるようにしていきましょうね。お尻をぐーっと高く突き上げたら手をもう少し出せるところまで出して、おでこをマットにつけます。さあ今度は、お尻から指先までがスキーの綺麗な、ね、ジャンプ台になるようにずーっと大きく伸ばしていきます。さあおでこをつけていきます。肩が痛い方は無理をしないでください。さらに余裕がある方は顎をつけていきますが、これ顎、さらに肩の柔軟性が求められますので無理のない範囲で行っていきましょう。お尻は高く高く空に向けてぐーっと引き上げていきます。さあ四つん這いに戻っていったらですね、今度、左の肩を中に入れて 右の後ろ後頭部を、ね、マットにつけていきます。さあ入るところまで左肩もう少し奥まで押し込んでいきましょう。手のひらは空を向けていきます。もうちょっと入りますか。そうですね。さあでは右足を横に出していきましょう。足の後ろしっかりとつけていきます。こんな感じです。そうです。さあでお尻を高く上げたら右手を空に向けてぐーっと引き上げて、さあ右の胸をね空に向けるようにしてあげてください。そうです。さあバランス崩しすぎず腰回りから気持ちよく伸ばしていきます。呼吸止めないでくださいね。あと2呼吸ほど伸ばしていきましょう。はい、では一気に止めを下ろして四つん這いに戻っていきます。足も戻っていきましょう。今度は反対です。右肩を中に入れて頭の後ろをつけていきます。まずは足を出す前にですね、腕がもっと入るところまで入れる方を優先してください。もっと入りますか。お尻高く突き上げていきます。さあでは左足を横に開いて足の後ろしっかりとつけて安定させてくださいね。さあでは左手を空に向けてぐーっと引き上げます。左の胸空を見せるようにしてあげてください。さあ胸を大きく伸ばすことで猫背の予防解消につながります。猫背は胸の筋肉がどうしても小さくなってしまうので、それを解消するためにしっかり胸伸ばしてあげましょう。はい、ではゆっくりと手を下ろして四つん這いに戻ります。さあ四つん這いに戻ったら膝立ちになりましょう。お膝の幅は握り込むと大きくぐらいです。それでは手をお尻の後ろに置いていきましょう。肘を寄せてお腹をギュッと締めます。この時お腹の力抜かないでくださいね。腰に負担をかけないように注意して鼻から大きく息を吸って、さあ空を見るようにして上体ぐーっと反っていきます。鼻から大きく息を吸って空をぐっと見ていきましょう。はい、ゆっくりと状態戻っていきます。さあでは右足を横に出してお膝の上に手を置いていきましょう。でこれこっち側
に向けるとぐっと押し出しですので、ちょっとだけ後ろに向けておいてください。では左手を上に上げていきます。肩の力を抜いて背中からぐっともう一息上げます。肩甲骨を意識して吐きながら横に倒して、手が少しずつふくらはぎの方に降りていきます。お顔は正面を向けておきましょう。そうです、皆さん呼吸してますか？止まってないですか？はい、では一緒に戻してください。さあ、では手をついて足を入れ替えていきましょう。反対です。左足を横に出して、お膝の上に手を置いて、しっかりとつま先はね、体の前側を向けておきます。はい、では右手を上に上げて、肩の力抜いて、背中から腕を持ち上げたらお腹締めます。腰取らないように注意して、吐きながらぐーっと横に倒す。お顔正面です。そうです、あと一呼吸だけ入れていきましょう。はい、では吸いながらゆっくりと戻っていきます。さあ、手をついて一旦足戻したら、皆さん水分補給大丈夫ですか？一旦水分補給をしていきます。皆さんのペースでどんどん飲んでいっていただいて構わないので、どんどん進めていきますけれども、途中途中で、ね、飲んでいってくださいね。で、私もですね、途中途中飲んでいただきます。今日ちょっと風が強いので結構喋ってるとですね、歯が乾いてくるので飲ませていただきますが、皆さんもね、よかったらそのペースで落ちていただけるといいかなと思います。じゃあ、手を前についていきましょう。肩よりちょっと前に手を出していきます。お膝の幅に握り込む一つ分です。膝つま先立ちに変えていきます。さあ、ではこのままお尻を持ち上げていきましょう。ダウンドスラーサナです。お膝まっすぐにして両手の間に頭を入れていきましょう。さあ、お膝ね、ちょっと交互に曲げて、かかとを柔らかくしていきます。はい、ではお膝を曲げて、かかとをほらゆっくりと、かかとマットです。お尻を高くマットを上につけましょう。お膝曲がっても大丈夫です。かかとをなるべくマットにつけるように意識して、もし足が遠いようだったら少し近づけていきます。お尻から手首までは一直線です。お尻からかかとまでも一直線になるようにしていきましょう。背中を大きく伸ばしておへそを見ていきます。はい、ではお膝をついていきましょう。さあ、ではもう一度膝立ちになって、ではお尻の後ろです。お腹を締めていきましょう。後ろに引いて胸広げて、まだ鼻から大きい息を吸いながら空を見て、はい、ではゆっくりと戻っていきます。さあ、もう一度では四つん這いになっていきましょう。体幹を少し鍛えていきます。では右足を上げてください。お腹しっかり締めます。先ほどね、一番最初に言った通り、骨盤の高さは同じにしておきましょう。上げた足の方ね、上がりすぎないように注意です。さあ、足の高さはバッと平行、そして左手を上げて指先とつま先で引っ張り合います。ふらつきそうならお腹をぐっと締めてピタッと止めていきましょう。さあ、お腹の一番奥の筋肉を使って体幹トレーニングです。目線は少し遠くの骨盤を見るようにしてくださいね。さあ、息止めないように、あと一呼吸ほどしっかり呼吸をして体幹キープです。はい、ではゆっくりと手を下ろして足も下ろしましょう。今度は反対です。左足を上げて、はい、お腹の位置確認して、左右の骨盤の高さも確認です。同じになってますか？はい、では右手を上げていきましょう。指先とつま先で引っ張り合うようにして、お腹をしっかり使う。どうです、皆さん、ピタッと止まれてます。
お腹ギュッと締めながら肩の力を抜いて指先とつま先がどーっと引っ張り合います。
ですね、足をね、一歩、あ、ごめんなさい、一旦ね、握り拳一つ分の足幅に変えてから、はい、左足を大きく一歩後ろに引いていきます。さあ、骨盤の幅3つ分はあるぐらいは引いてくださいね。さあ、そのまま正面を向けていきます。骨盤がこうぐっと斜めになりがちなので、まっすぐに引いて、そして後ろの足はつま先を少し45度ぐらい外に開いておきましょう。その方が安定していきます。では骨盤しっかりと正面に向けたら、胸の前で合掌していきます。このまま右の膝をぐーっと曲げていきましょう。さあ、この時足元ちょっとチラ見してください、お膝からつま先しっかり見えてますか？もしお膝で、ね、つま先隠してしまっているようだったら、足幅ちょっと狭いのでもう少し広げていきます。はい、では横から手を上げて上に合掌して、さあ空見ていきます。背中から腕を持ち上げて、さらに右の膝に体重かけて少し曲げます。上体は空に大きく伸びていくようにして、少し反っていきながら上を見ていきましょう。呼吸止まってないですか？このまま呼吸です。腰が痛い方は無理しないでくださいね。胸の前に手を下ろします。ではゆっくりとお膝をさらに曲げていきましょう。さあ、曲げたら右の方を見ながら体をひねっていきます。そうです、腰の付け根からぐーっとひねって、お尻がちょっとね、頑張らなきゃいけないですが、ひねりしっかり目線もつけていきます。合掌していきましょう。では、最後にですね、立位のポーズ、これ最後になります。バランスをとっていきたいと思います。片足立ちになりますので、先ほど言った、母子球、小子球、
足、外かかと内かかと、この4点、片足しっかり体重ね、乗せていってください。で、軸足になるお膝はロックしないように緩めておきます。ロックすると骨と骨が頑張ってしまうだけで、周りの筋肉は頑張らないので、骨、お膝は少し緩めた状態で筋力でしっかり立てるようにしていきましょう。さあでは、右足にしっかりと4点体重をかけたら、ちょっとね、床というかね、下が不安定な方は場所を選んでいただいて大丈夫ですからね。はい、では左の足を上げて、右足がロックしないようにします。風が強いので少し頑張ります。お腹締めて、はい、横から手を上げて、背中からぐーっと腕を持ち上げて、お腹締めます。足の位置はね、高くなくても低くても大丈夫です。皆さんがやりやすい場所を見つけてください。使っていくのはお腹です。腹筋でふらつきそうなのをギュッと止めていきます。もう一つは集中力集中力をかけるとガタガタとなる。風も全然強いので頑張ります。はい、ゆっくりと手を下ろして足を下ろしましょう。はい、今度は反対です。左足、足の親指の付け根、小指の付け根、外かかと内かかとしっかりとつけてください。場所で安定したとこ探してくださいね。ではお膝少し緩めたら、右足上げていきましょう。さあお腹を締めて、横から手を上げて、さあこれもですね、右足と左足得意な方があるかもしれないです。それを気づくのも大切ですので、どちらがやりやすいか意識してください。でお腹を締めて、大きく上に伸びて、はい、ではゆっくり足を下ろしていきましょう。では出て下ろします。さあ、なかなかマットも飛んでいきがちなので、座っていきましょう。
足を伸びているまでどのポーズでも OK です。はい、ではゆっくりと戻しましょう。さあ足を戻していきます。ではこのままゴロンと仰向けになっていきましょう。眩しいのでお顔の上で帽子や顔でご説明ください。さあゴロンと仰向けになったらですね、まず足をぴったりとくっつけてかかとくっつけます。つま先空に向けていきましょう。さあでは脇を締めて肘を90度に立てていきます。親指中で握り拳を作っていきましょう。さあこの姿勢のまま鼻から大きく息を吐いて、では吸いながら肘で床を押してぐーっと背中反っていきます。背中浮かせて肩甲骨寄せていきましょう。頭頭頂部をマットにつけていきます。さあ首の後ろ伸ばし、首背中を伸ばします。さあお膝をまっすぐにしてね、足を伸ばしておいてください。かかとをくっつけてかかとを押し出します。さらにあと一呼吸です。お尻はつけておきますよ。胸だけぐーっと引き上げて、はい、ではゆっくりと背中を下ろしましょう。はい、では両方の膝を抱えてきます。寝たまま抱えてきて、おでことお膝くっつくようにしていきましょう。首の後ろを伸ばしていきます。さあではゆっくりと頭を下ろしてお膝まっすぐにして、さあお膝をまっすぐにしたら今度手は横に開いて手のひら芝生の方を向けていきましょう。手はね、肩より上に頭側に上がらないように注意してくださいね。さあでは手をまずは手のひら芝生の方に向けておいたら、右の足を上に上げていきます。さあ上げた足、右の足を左側にパターンと倒して、右の手のひらは空に向けましょう。手の甲は芝生につけておきます。お顔は空か左の方を見ていきます。骨盤をしっかりとマットから垂直に立ててください。腰回り気持ちよく伸ばします。このままもういけるとこまで、腰回りをぐーっと伸ばして胸も大きくストレッチです。右の胸を広げるようにしながら腰回りぎゅっとゆっくりと伸ばします。ではかかとを押し出すようにしてみましょう。右のかかとをぐーっと押し出してみてください。いけるところまで、ね、大丈夫です。無理をしないでくださいね。はい、ではかかとの力はリラックスです。そのまま右足は真ん中空に向けて上げて、体一旦ゴロンと出ていきます。足をゆっくり下ろしましょう。右の手のひら、芝生の方に向けておいてください。今度は左足を上げていきます。さあではその左足を右側に倒して、左手は手のひら空に向けて、手の甲は芝生につけておきます。骨盤しっかり立ってますか？お顔は空か左手の方を見て、さあできれば左足はね、床芝生の方まで落としてしまってください。余裕があれば左のかかとをぐーっと押し出すようにしていきます。はい、では左足を真ん中に戻してゆっくりと床に下ろしましょう。マットに下ろしてください。さあ手をね、体の横に置いていきます。楽な姿勢です。このまま呼吸を整えながら少しリラックスです。
Okay.